ドラゴンクエスト6幻の大地、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。この宝箱の中に入ってたのがこれでした。刃のブーメラン、ちょっと強くなったよ。バランス良かったですね。で、さらにアイテム410ゴールド、オッケーオッケー。さあこれで先に進めますね。また、戻んなきゃいけないか。行くべきはどこだ？どうやって行けばいいかわかんないか。とりあえず上に戻ろう。刃のブーメランうめえな。まだね、入手しなきゃいけないやつがいくつかありますね。なんだっけな。とりあえず倒しますか。ベビーゴール厄介だな。外れたの痛い。発散先来い。よーせらい。OK。来たー、ギラー。ハッサンは全然強いな、やっぱ。もう一回ギラされる前に倒す。OK。レベルアップ。もっと思い出す。レベルアップ、リレミと覚えた。よし。薬草とか使っちゃいますか。ミレイユ死んじゃん。では、入手すべきは入手したので、まだあるけどね。あ、ないか。ないかな。あとはどこに行けばいいかですね、問題は。全然わかんない、どこに行けばいいのか。下に降りりゃいいのかな。モコモコジ、あ、花窓まずいなぁ。花窓は本当にまずい。高確率でギラなんで。よし、偉い、先だろう。先に攻撃してくればもう問題ない。モコモコージ、おお、呼ぶのか。なるほど、まあ、呼ばれたターンは動けないはずだからね。 OK。 あ、まだか。やるな。倒しました。101うまいです。どっちだろう、こっちかな。さっき乗ったのはこっちだったよね。これで下に行けんだよね。そういうことじゃないのか。合っててほしい。正解っぽくね。うわー、行くべき場所がいくつかあるのはほんと厄介。全部見たいな、でも。宝箱があると思う。上に戻れるのか。こう。さらに右にも行けるだと？わけがわかんねえな。まあいいや。なんか厄介なことになりそうだな。ですよね。まあ、あんま強くないから大丈夫だけど。A と B は落ちるよね。どうなるかな？なんか嫌な予感しかしないんだけどな。オッケー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 。でもまだね、まだわかんないよね。このターンで落とせない可能性もある。だよね。呼ばれなかったな、オッケー。これは勝ったろう。よし。落ちない。モコモコジは HP 高いな。経験値うめえ。上戻るけど。そうだね。ここは行く必要ないんで。右に行ってみますか。よっしゃー。よっしゃー。レベル上げとかは全然裏でやるんでね。鉄の爪、これは売り物か。今はつけてるでしょ、アッサン。だよね。オッケー。これは売り物ですね。防火なづち買ってくれよかったな。ギズもまずいな。これ逃げれなかったら死ぬんで、戦いましょうか。これやばいなー。ギラギラギラで死ぬな、これ。あれ、ギズム意外とヒットポイント低いんだな。よしよしよし。ラッキーラッキー。思ったより弱かった。助かった。どこに行けばいいのかわかんないけど、適当に進んどけば、まあ、当たりでしょう。入手すべきはしたよね。あれ？
入手してないかもしれないな。戦ってる。ちょっと待ってね。スルーで。行くべきはここっていうのは分かった。まだ入手すべきがあるかもしれないな。あれ、バトル後のあれだったかな。いや、怖い。やだな。一匹は絶対倒しとけ、先に。絶対ギラギラだから。でしょ、でしょ。オッケー。よし、勝った。先行は取れ、よっしゃ。花窓でやべえな。あー、やっぱ戦闘後だったかもしんないな。じゃあ、いっか、このまま行っちゃうか。回復しなくて平気か？一応しとこうか。あ、ちょ、怖い怖い。ほいみ。ほいみ。もう、多分戦闘だと思うから全開で行っちゃうか。ほいみ。よし。行きましょう。多分お手伝いになりそう。ホラービスト。特技じゃないね。ルカニですね。ルカニ。飛び膝切り。まあ、ヌサ？メダパニダンス。やばそう。食らったら。効かないか。ルカニ、飛び膝切り。あのさ、星のかけらってなんだっけ？あ、混乱系じゃなかった？違ったっけ？抱きついた。なんか気持ち悪い人がいますね。まあさすがに麻痺させることはないな。みー、混乱きつい。混乱きつい。星のかけらつけてるから混乱しないんだ、ミレイは。キアリク的なものがあればな。うわ、やばい、いくね。なんか強くねえか、こいつ。なんだ？ちょ。大丈夫か？これ勝てるのか？なんか嫌な予感しかしないな。あ、ミレイユ死にかけてるやん。やばい！まあ、見てなかった。終わった。はよ、混乱、治れよ、ほんと。オッケー。やっと攻撃できる。ちょ、ハッサン、ほんと。ほんとお前、ほんとダメだな。メダパニダンスずるいよな。わ、当たんねえのかしら。ホイミ、回復しとこう。混乱してても攻撃はちゃんとやるんだな。ミレイユ死んじゃったの痛えな。我に帰らないのか。頼むよ、ほんと。よし、やっと帰った。これ耐性とかできないのかな？またメダパニダンスされたら死ぬぞ、ほんとに。あ、だるい、その目がくらんじゃったパターン。マジか、実況。時間取りすぎでしょ。オッケー。頼むよー。オッケー。毎回40ポイント。そろそろ落ちるんじゃね？目くらんだ。適当に投げて当たりそうな気もするけどね、ブーメラン。まだかー。うわー、出た。主人公行っちまったか。これで回復役がいなくなったな。目くらむなよ。くらむな。我に帰ったけど。くっそ。ドン。くっそ、当たんない。一応ホイミしとくか。あ、攻撃にしちゃった。攻撃、特技。よし。まだ目くらんでる状態だよね、主人公ね。よし、ケイ終了。死んでるミレイユに、ポイント入んだよね、きっとね。はやてぬイリア。そこの宝箱開けた途端、魔物に取り憑かれちまった。ジーナ。悪い。おう。行こう。あんたら強いな。ありがとう。あー、イレミトで、あ、でも多分、あれに書き消されたってなるな。じゃあ戻ります。多分、
多分だけど、後々もらえると思うんだけどな。確かそうだったような。これで行った方が早いよね、きっとね。最短最短。よいしょ、よいしょ。オッケー。これでだいぶ、オッケー、戻ってこれた。イリア。あ、そうだ、ジーナだった、間違えた。ジーナ。おめえ、相変わらずせっかちだな。これさ、この俺様がそうかな。分かってんだ。だって、だって、本当に。鏡の鍵はね、ほら、ここに。さすがだ、ジーナ。俺が死んだと思っても、ちゃんと取るもらったら。よせや、縁起でもね。世話になったな。おかげで目的の鍵も手に入った。そう、これを欲しかったんだよ。はやてのリング。これが大事なんですよね。行くぜ、ジーナ。あのおばあちゃんがあんな金髪の女性だったとはつゆ知らず。はやてのリングを逃げ湯に渡す。素早さが30アップかな。俺が強いんですよ。星のかけら外すことになるけど。でですよ、アモールの表に戻んだよね。で、教会に戻って寝て、また裏に戻るんだよ。そのノリですよ。ちょっと、先に生き返らすか。毒の治療って誰ですか誰ですか。生き返らせる。しかもキアリー覚えてるからね。ミデイ。はい。50くらいで済んで、助かるよ。レベル引く、レベルかける10引く10だっけ。レベル、ん？レベルかける10引く10か。そうだよね。で、寝まーす。俺も眠い。はい、戻れましたと。で、ジーナおばさんに話しかけんじゃなかった？止めたと思ったらいなくなった。一体どこに行ってたのさ。けど、夢と違ってあの人は死に、わしはこの街に住み着いたのさ。いや、ところであんたが持ってるスノーリング。さて、誰かにあげたんだったか？嫌だよ、もう録にしてよ。もう録はしたくないもんだね。ごめんください。ジーナ、ジーナ。おー、主役者でもよくわかる。やっぱりジーナだ。わし、いや、俺だ。イリアだよ、ジーナ。おう、友よ。イリア、ジーナ。本当はこの街に寄る気はなかったんだが、おかしな夢を見てな。あんたたち、これが必要なんだろう。これが鏡の鍵さ。さあ、持っておいき。私にはイリアが戻ってきてくれた。もう勝手にやらないのさ。ありがとうよ。世話になったね。はーい。ありがとう。ということで、まあな、ちょっと不思議なお話でしたよね。セーブしとこう。船着き場。はい。ということで、このパートはここで終了しましょうか。ご視聴ありがとうございました。